皆さんこんにちは。11月27日土曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしております。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。それではまずは豊島区からのお知らせです。豊島区引きこもり情報サイトを開設しました。分野世代ごとに分かれていた専用相談窓口を一本化し、対面に限らずに様々な方法でどこでも気軽に相談できるようになりました。本人の希望に合わせたオーダーメイドの支援プログラムを考えていき、必要に応じて関係機関につなげていきます。詳しくは豊島区引きこもり情報サイトをご覧ください。以上お知らせでした。それでは番組スタートです。上池袋にクスノキ荘という町のリビングシェアアトリエがあります。人々が集うコミュニティスペースとして様々な活動が繰り広げられていますが、町に開かれた場所として今さらに面白い展開を見せようとしているようです。今日はたっぷり伺います。それでは本日は2人の方にゲストにお越しいただいております。まず1人目をご紹介いたします。上池木賃文化ネットワーク代表の山田恵美さんです。山田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では、まずこのクスノキ荘というところなんですが、シェアアトリエということなんですけれども、どんなことが行われている場所なんですか？はい、1階と2階とありまして、で1階の方はですね、アトリエのブースとそれから工作スペースということで、芸大生ですとか、イラストレーターさんが作業をする場所に使っていたりですとか、少しそのハードに工具を使うような場所もあるので、そこでこう木を、いじったりですとか、組み立てたりとか、そういったところで、使っております。はい、まさにシェアするアトリエというところで使っております。はい、で2階の方なんですけれども、ちょっとリビング的な使い方をしていまして、町のリビングと呼んでいるんですけれども、ここではコロナの前なんかはイベントをやったりですとか、ワークショップ的なことも、開催して、日常的にはこれから後でお話しする山田荘というアパート の、 人たちの暮らす場にもなっております。キッチンとくつろぐような場所を備えています。なんかその人々が集って交流する場所というイメージで大丈夫ですか？そうですね、そういう場所でありつつも、日常生活の本当にお家のリビングみたいに、だらだら過ごすとか、ちょっと仕事をするみたいなことも使っています。なるほど、はい、山田さんはこちらを運営されているということなんですが、はい、なぜこの上池袋で活動が始まったんですか？はい、私がもともと上池袋出身でして、で、実家 の、 山田家ではですね、祖父の代からこの山田荘という木造賃貸のアパートを営んでいます。で隣に移っているのが実家なんですけれども、同じ敷地内に実家とアパートがありまして、で、ずっとアパートだとか下宿とかを営んでいまして、これ昔の写真ですけれども、アパートともとともに育ってきて、周りにも結構ですね、こういう山田荘のようなアパートがあった地域になります。で私も父から、このアパートを引き継ぎまして、風呂なしトイレ共同のアパートではなかなかやっぱり住まいの需要もないし、何かこう面白い活動ができないかなと思いまして、今回木賃文化ネットワークというものを立ち上げました。なるほど、この木賃文化ってどんなものなんですか？はい、先ほども言いましたけれども、アパートの昔の暮らしなんですけれども、お風呂がない、だったらば銭湯に行く、でキッチンがすごく狭かったらば町 の、 その居酒屋だったりとか食堂に行くっていうことで、うまくその住まいと町が機能的にお互いを支え合うような関係性があったなと思いまして、それを足りないものは町を使う生活文化があったなと、はい、思っていまして、それを木賃文化と勝手に呼んでおります。その木賃文化というものをそのクスノキ荘で表しているということですか？はい、
そうなんです。あの山田荘をこう活用しようというところで、はい、実は山田荘にあの私たち住んでいたんですけれども、はい、住んでいたら使えないなと思って、うん、家を探していたところ、はい、楠木荘もともと空き家だったんですけれども、はい、そこ見つけてしまい、はい、この山田荘と楠木荘をなんとかあの一緒に活用できないかなということで木賃文化ネットワークと、はいはい、いう流れになりました。なるほど、はい、ではその楠木荘ではいろんな方々が集まって今活動されてるんですよね、はい、そうですね。例えばどんなことをされてるんですか。あ、はい、本当に多様なメンバーがありまして、はい、で、これが今28名、はい、ちょっと昔 の、 あの写真なんですけれども、はい、アーティストがいたりとか、あとは、前は演劇をやってる人もいましたし、はい、普通に何もこう普段は会社員だけれども表現活動したいっていうような人たち、看護師さんだったりとか、はいはい、看護師さんもおります。なるほど。あ、これももうメンバーの皆さんですか。あ、そうですね、これはですね、あのメンバーも参加した、ちょっとこれは外部 の、 あの、まあ、アーティストを呼んで、はい、これ砂糖のワークショップをやってる風景ですね。あ、なるほど、ワークショップが開かれているということですね。そうですね。でこれは1階 の、 その、工作スペースを使ってるんですけど、実はこれ、はい、楠木荘の、ま、窓にくっついている、うん、あのなんだっけ、あのものなんですけれども、はい、あの扉を作っています、うん、みんなで作ってますね。このメンバー同士であの、はい、結構関わってそのなんか仲良くなるとか、はい、そういうことが結構あるってことですか。そうですね、あのやっぱりお互いこう刺激を求めてやってくる人も多くて、まあ、時には喧嘩もしますけれども喧嘩するんですか。はい、そうですね、これは演劇をやっているところだったりとか、はい、はい、これもあの食パンという演劇なんですけど、はい、町のパン屋さんのパンを使った演劇をやったりとか。なるほど。そうですね、あとこれは、ご近所の台湾人のおじさんがいるんですけれども、はい、あの料理人だということが判明し、はい、楠木荘で料理のワークショップをやってもらったということもありました。なるほど、ワークショップも開かれているということなんですね。今な何人ぐらいの方がっておっしゃる。28人、はい、28人とプラス猫が1匹おります。ああ、猫もいるんですね。、はい、なるほど、まあ、こうやってご近所さん同士のお付き合いがここで営まれているということなんですね。まあ、そんな楠木荘なんですが、今あの進行中のプロジェクトがあるんですよね。あ、はい、ね、それについてはあのこの後登場する山本の方に引き継ぎたいと思います。はい、ありがとうございます。では、まあ、ここまでは、上池木賃文化ネットワーク代表の山田恵美さんでした。山田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、楠木荘は人とのつながりが生まれる素敵な場所のようです。そんな楠木荘で今新しくプロジェクトが始まるそうなんですが、一体どんなものなのかを2人目のゲストの方に伺います。それでは、用意ができたようなのでご紹介いたします。本日2人目のゲストです。上池木賃文化ネットワーク代表の山本忠さんです。山本さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、山本さんは山田さんとご一緒に運営をされているんですかね。はい、そうです。はい、どんなことをされてるんですか。はい、まあ、先ほど言った山田荘とかはアパートになりますので、はいはい、まあ、親的立場でいろいろ建物を管理だったり修繕とかやったり、はい、あと楠木荘ですといろいろ皆さんが使うので、はい、まあ、そういったこう環境整備とか、まあ、そういうところを、まあ、あと人と人をつなぐようなことを、うん、まあ、仕事というかやってますね。はい、なるほど。ではその新しいプロジェクトがあると伺ったんですが、それってどんなプロジェクトなんですか。はい、我々今まではその会員さんが使うスペースだったんですけども、はい、まあ、街に開くために今度喫茶売店を開こうということで、はい、これはあの、はい、日比谷公園にある、はい、売店の様子なんですけど、はい、まあ、あの我々楠木荘の隣がですね、楠木公園という区立の公園になってまして、はい、まあ、そこの、まあ、真横に位置しているので、はい、まあ、そういった公園の中にある売店で皆さんがこう気軽に使えるような、まあ、そういった、まあ、意図で、まあ、あの、まあ、喫茶売店の
雰囲気でやりたいなと思ってます。このクスノキ荘のどこの部分にできるんですか？あ、そうですね、今、緑が生い茂っている建物の1階の一番手前のスペースに、まあ、キッチンスペースができまして、はい、まあ、そこで食べ物飲み物の受け渡しで、左側にちょっとガレージが空いてるように見えるんですけど、そこが客席になるので、そちらでご利用いただけるという。なるほど、まあ、1階は今そのワークショップとかもやってらっしゃる場所なんですよね。あ、そうですね。それプラスカフェもできるということですね。そうですね、はい、なるほど、まあ、このプロジェクトを発案したには何か理由があるんですか？そうですね、まあ、この町上池袋なんですけども、はい、やっぱり古くから住んでる、まあ、いわゆる町会の方とかもいらっしゃいますし、うん、はい、まあ、新しく戸建てを買って引っ越してきたりとか、うん、あと外国人の方が普通にこうファミリーで定住していたり、もともと豊島区単身者20代30代の方が多くて、はい、まあ、そういったこうそれぞれの方々が全くこう交わることがなく、うん、それぞれいいこう味を出してるのにつながらないというところで、まあ、どうやったらここはつながるだろうというところで、はい、まあ、そういった方がつながれる場所としての、まあ、カフェというか喫茶を作りたいなという。なるほど、まあ、今よりもさらに交流の場をということですね。そうですね、はい、で今はその工事とかは終わってるんですか？まだまだ絶賛工事中でございまして。あ、はい今どんな工事されてますか？はい、今ちょうど写真が出てますけれども、うん、キッチンスペースにこう扉がこう、ね、右手側にこう茶色い扉と、あとさらにこの隣についても全部含めて大きな扉がつくんですけれども、はい、まあ、それが開閉してパタパタと開くんですけど、そこが結構難工事でして、はい、そこ、あ、そうですね、今これが開いた状態で、はいはい、これの3メートル×3メートルの大きな扉を大工さんが宿泊しながら作って、はい、おります。なるほど、その扉以外のところはもう出来上がってますか？そうですね、ほぼほぼ出来上がってるんですけれども、でもあと扉さえできればということなんですね。はいはい、なるほど、大工さんそんなに結構宿泊しちゃってるんですね。そうですね、もともとこうかなり大変な設計なので、はい、なかなか、はい、なるほど、ま、なぜそのこういう形でそのカフェを作ることになったんですか？そのメンバーの皆さんとも話し合ってってことですか？あ、そうですね、まあ、メンバーと話し合って、はい、まあ、先ほど経緯はこういう町のいろんな人がということで、はいはい、メンバーで話し合って、はい、まあ、こういうものをやっていこうということになりました。なるほど、なんかその話し合っている時とかに苦労した点とかって何かありました？あ、そうですね、今回、まあ、カフェを作るにあたりクラウドファンディングという、まあ、ネット上でこういうプロジェクトをやりますと言って、はい、うん、まあ、賛同してくれる方が、まあ、募金という形というのが一番伝わりやすいだと思うんですけども、はい、まあ、寄付ですね、はい、を募ってやったんですけど、まあ、それがいろいろ大変でして、ああそうですね、お願いをいろいろこうするために、はい、まあ、文章を書いたりとか、あとウェブページを整理したりとか、ああ、まあ、そういったことはいろいろ苦労しましたね。なるほど、もうその辺は全てもう終わったんですか？そうですね、目標金額350万円のところ450万円皆さんからご支援いただきまして、で町のいわゆるインターネットとかに関心のないというか、まあ、はい、触れない高齢者の方も手持ちでこうお金を持ってきてくださって楽しみにしてるよと言ってくださったり、はい、苦労した甲斐がありました。でも本当にたくさんの人たちと一緒に作り上げるカフェっていうことなんですね。はい、はい、もちろんカフェなのでお茶とかお料理も提供されてるんですよね？そうですね、はい、どんなものがあるんですか？はい、コーヒーが、まあ、メインでして、飲み物は、うん、まあ、季節アイスとホット、あと、まあ、カフェオレとか、まあ、そのあたり、はい、あとコーヒーが飲めない方にほうじ茶とか、うん、まあ、ちょっとお茶系のものを用意する予定です。で食べ物の方が、はい、まあ、今上池袋ランチ難民が大変難民しておりまして、はい、まあ、このめちゃくちゃ美味しそうですねこれ、はい、まあ、指導してくださる方が作ってるこの料理なんですけども、これは僕が作ってもらいました、はい、なるほど、はい、まあ、日頃はもうちょっとこう気軽に、まあ、はい、お弁当の形式で、うんうん、その場でも食べられるし、隣の公園で持ってってすぐピクニックできるみたいな、そういうテイクアウトできるってことですか？そうですね、基本的に
テイクアウトで。和食が多いんですか、こういった。そうですね、まあ、和食で、まあ、やっぱり池袋は、アジア系の食べ物がものすごく美味しくて、上池袋は一方で和食でこう毎日こう飽きずに食べられるものっていうお店がちょっとなくなってしまったので、まあ、そういったところを我々は出していきたいなと、これはそうですね、中華、台湾料理なんですけども、ルーローハンっていう左下の写真ですね、台湾の伝統的な料理があって、花巻スーラータンっていうのがあるんですけど、先ほど台湾人のおじさんが作ってた花巻ってこねてる、お料理ワークショップでの、あのおじさんがこれ全部作って、すごいですね、で、まあ、そのワークショップを通して、まあ、カフェで月1かそれぐらいで出したいねみたいな話を今しています。なるほど。これはご近所の方がこうやって作ってお料理を提供されるんですか。基本的には私やアルバイトの方が、そうなんですか、そうです、トレーニングします。なるほど、すごい。その、なんでしょう、メニューとかも結構皆さんで話し合って、その和食系にしようみたいな。そうですね、骨格は割とみんなで話し合っていて、ただその具体的にこう調理方法とかは、飲食を、まあ、板橋でやってる友人が、いろいろこうしたらいいんじゃないみたいなアドバイスを、なるほど、やってきてます。すごくオープンが楽しみですね。はい、ドキドキしてます。それではカフェを、どんなカフェにしたいっていう、もし展望があればお話お願いします。そうですね、先ほども言ったんですけど、いろんなバックグラウンドの方が、まあ、上池袋に住んでいて、まあ、もちろんその外の人もどんどん参加してほしいので、まあ、ここに来て、まあ、人との関わりとか、まあ、ちょっとなんか起こっている状況を楽しみながら暮らすみたいな、まあ、そういったことが実現できるカフェというか喫茶売店をやりたいなと思っております。はい、ありがとうございます。それではここでまずは豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップをご覧ください。豊島税務署では所得税などの確定申告書をスマホやパソコンで作成して送信する e-tax 申告をお勧めしています。書き方や計算がわからない場合でも画面の案内に沿って入力すれば税額まで自動計算されます。新型コロナウイルス感染防止の観点からもぜひご自宅からの e-tax をご利用ください。また確定申告に関する質問はチャットボットをご利用ください。チャットボットは AI を活用して自動で回答するウェブサービスです。質問を入力いただければ AI の税務職員双葉が24時間いつでもお答えします。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。以上、週刊ピックアップをご覧いただきました。今日は上池袋のシェアアトリエ楠木荘について伺っていきます。それでは山本さんの方から最後に視聴者の方にメッセージをお願いします。はい、喫茶売店メリーというお店の名前なんですけど、今難工事中ですが12月25日にはオープンしますので、ぜひオープンした時には来ていただきたいなと思ってます。25日にもオープンすることはもう決定なんですね。そうですね、どんな形でもうランチは出せないと思うんですけど、来ていただいて何かこう、そうですね、買ったりとか、まあ、楽しんでいただける状況にはしたいって思ってます。詳しい場所を検索するにはこの上池木鎮文化ネットワークさんのホームページか何かで。そうですね、はい、SNS もありますし、あと、Google マップとか地図アプリで楠木荘って言っていただければ、出てきます。なるほど、楠木荘で、では検索してみてください。12月25日にオープンということなので、皆さんぜひお出かけください。クリスマスですね。ですね。はい、では私も楽しみにしています。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日のゲストは上池木鎮文化ネットワーク代表の山本忠さんでした。ありがとうございます。それでは今日はこの辺で失礼いたします。明日の豊島情報スクエアもどうぞお楽しみに。さようなら。